いつも動画をご視聴くださりましてありがとうございます。あとチャンネル登録もしていただきまして本当にありがとうございます。励みになっております。今回はこちら、まだ中身開封してないんですけど、萩焼オンライン陶器市で、買ったものが、まあ、3日ぐらい前には届いたんですけど、ちょっとね、もったいぶって開封動画をね、今回したいと思います。で、今回は買ったのは1つだけなんですけど、まあね、送料無料だったので1個から買えるっていうのが大きいですよね。はい。で、今回私が購入したのがですね、こちら。渋谷栄一さん。お台場窯。かな？の陶芸家さんの焼き物になります。本当に欲しいものはものすごいいっぱいあって、正直、あと10個ぐらいは欲しいのあるんですけど、まあ、いかんせん予算の都合というのもありまして、もしかしたらね、もう一つ二つは買うかもしれないですけど、本当にいいものいっぱいあるんでね、はい。包装はちゃんとしてもらってありますね。本当今、初めて開封するので、どんな感じなんだろうと思ってワクワクしてるんですけども。はい、こちら、あー、なるほど、すごい。すごいですね、これは。はい。黒のですね、器。本当に黒い器になります。ちょっと、黒いね、器に、なんていうかな、盛り付けをするっていうのに挑戦してみたくって。でも、ただの、マットなね、だけの器っていうのも面白くないかなと思って、いろいろ探してたんですけども、こちらの、渋谷さんのですね、黒い器っていうのが、まあ、なかなかかっこいいし、マットなだけとか、まあ、ツヤツヤなのとかっていうのはよくあるんですけど、ちょっと、なんていうかな、存在感のある、器っていうのは、意外とやっぱりね、ないんですよね。意外となくって、どんなものかなと思って試しで買ってみたんですけど、ああ、これはなかなかいいんじゃないですか。どうでしょう。ただ黒いだけじゃなくって、縁はね、割とこう、しっかり黒いんですけど、見込みでいいのかな？器でも見込みでいいのかな？このね、器のね、中心に行くに従って、こう地肌が出るような形で、横はね、こういう感じなんですけども、はい。これは相当、高台とかはこういう感じです。ここにね、釜印入ってますね。ちょっと見にくいんですけど、ここにあります。これはね、かっこいいです。何がいいですかね。皆さんなら、これに何を盛り付けますか？
私ならこれを盛り付けるっていうのが、ちょっと器がすごすぎちゃってなんか考えちゃうな。まあ、単純に果物とか乗っけてもかっこいいと思うし、最初はね、私がイチジクがすごい好きなんで、なんかイチジクを乗せたりとか、赤いね、まあ、プチトマト乗せてとか、赤いものをこうちょっと映えさせるのに使いたいなって思ってたんですけど、これはでも存在感ものすごいですね。いやー、すごい。お値段はね、6000円プラス税で6600円だったんですけど、まあ、結局送料が0円なので、お得感はものすごいありますよ。あと、今回の萩焼の陶器市は、割と画像をきれいに撮ってくださってるので、実行委員会の方が撮ってくださってると思うんですけど、すごいね、きれいに写真撮れてて、何ショットもね、見込みとか、見込み、ね、横から見たらこう、あと、まあ、高台は写ってなかったかもしれないですけど、ちょっと今はっきりわかんないんですけど、結構ね、4カットぐらい写真撮ってくれてるので、割とね、ネットショッピングでありがちな思ってたのと違うっていうのは少ない気がしますね。これは実行委員会さんの努力の賜物だと思いますけども。いや、これすごいかっこいいです。一応、渋谷栄一さんの中でも、これはシリーズみたいで、これは黒なんですけど、あとね、オンラインショッピングだと、萩焼のオンライン陶器市だと、多分赤っぽいのと青っぽいのがね、あと、あったと思うんですけども、まあ、ね、一応一番ベーシックなっていうかな、まあ服でもそうなんですけど、白黒が一番使いやすいっていうのがあるっていうとこで、まあ黒、青、赤だったらどれかっていう中でね、ちょっとまあ黒の器が、まあ個人的に黒の器が好きっていうのもあるんですけど、まあ黒を選んだんですけど、いや、これは大正解ですね。かっこいいです。もうそれ以上に何も言うことないかな。もう、二回り大きい、なんか平、これね、こう、丸い形してますけど、こういうね。このデザインの平たいお皿とか、デザイン？この色で平たいお皿とかあったら、もっと買っちゃう。また買い足しちゃうかな。っていう感じですか。いやね、これは惚れましたね。これはすごいいいと思います。まあ、これをね、これこの先ほどの渋谷さんの、窯の説明が入ってるんですけど、まあね、萩焼の由来とか書いてあって、まあ僕、どっちかというとこだわらない人なんですけど、これを萩焼って言うのかって思う人がもしかしたらいるかもしれないんで、一応、個人的に思うところを、まあ多分ここまで見てくれてる人もあんまいないと思うんですけど、思ってるところだと、今ってぶっちゃけあんまり、何焼きって関係ないかなって思ってて、まあ、例えば、益子の陶器市、よく私の、
まあ、家の近くなんで、益子の陶器市のことを話に出すんですけど、多分ね、益子の陶器市に益子焼き買いに行ってる人ってもういないんですよ。ぶっちゃけ。益子の陶器市には焼き物を買いに行ってるんですよね。で、買いに行った結果、益子焼きを結果的に買ってる人もいるし、結果的にこういうお皿を買ってる人もいるし、結果的に、なんていうかな、藍染めの服を買っちゃう人もいるし、結果的に、ね、木彫、木工細工を買ってる人もいるんですよ。だから、まあもちろんね、萩の産地で、僕も宇田川邦成っていうね、すごい好きな陶芸家、もう亡くなってる方なんですけど、まあ、いるんで、まあ、萩焼きはすごい大好きなんですけど、今ね、多分あんまり産地とかってもう関係ないかもしれないですね。私が思うにはですけど、リスペクトは当然必要だし、まあそれこそ私一番好きな陶芸家で、金重東洋っていう備前焼のすごい有名な陶芸家の人がいるんですけど、まあ、ああいうベーシックな焼き物がね、昔から続いてるような焼き物がすごい好きなので、そこはそこで好きなんですけど、今これからの焼き物ってなるとね、あんまり、どこだからこの焼き物みたいなのって、決めすぎない方がいいなっていうふうには思ってて、それってもう完全にね、なんていうかな、選択肢を狭めちゃったり、視野を狭めちゃったりすることにも、なるかなっていうふうに思ってるんで、これを萩焼きというかどうかっていうところは別として、私はこれを買ってすごい満足してますね。まあ、もしかしたらこの手の焼き物ね、私が知らないだけで他に作られてる方もいるのかもしれないですけど、ちょっとね、これは感動しました。これ邪魔かな？久しぶりになんか、いい陶器を目にした感がありますね。なんかね、すごい、枯れた感じがすごいんですよ、この焼き物。まあ、どうかな、多少は、動画でも伝わると思うんですけど、すごいね、枯れた感じがあって、これあれですね、いいですね。牡蠣もちょっと見てみたいな。関東の方にね、なんか個展とかで来られる時があったら、ぜひ、ね、拝見したいですね。価格もね、まあ、これで6000円なんですけど、まあ、だろうなって感じです。これははっきり言って。ちょっとね、感動してしまいました。素晴らしい、器でございます。いいですね。これはかっこいいですね。いいです。良きです。もういいしかちょっと言えないんだけど、本当にいいですね。ちょっと新しい時代の黒い器っていうのを見たなーって感じですね。古い焼き物をリスペクトしてるからこそ、この焼き物が作れたんだろうなっていう感じの、感じが見れますね。偉そうなことを言ってますけど、素人目にはそんな感じがします。いや、これね、ガンガン使って、いきたいと思います。これ素晴らしいです。
ちょっとこの陶芸家さんを追いかけていこうと思います。これ手間かかってるだろうな。すごいです。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンとかね、チャンネル登録とかしてもらえると、すごい励みになりますけども、見てくださってるだけでね、あの日すごい励みになってるので、ご視聴ありがとうございました。